私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。私が本能的に聞くのは、あなたはあなたです。です。そして、リミットブリークスラーレイディオは100回放送されます。こんばんは。寝ていたり、座っている時には全く痛みはないので、8時頃に起きて遅めの夕食をいただいてから、氷川きよし限界突破レイディオの昨日と今日の分をラジコで聞いて、心に残ったことをメモしていました。先のブロックで、この世を去る時に聞きたい曲をきよしさんにお伝えしたことを書いたところ、思いがけず、たくさんの反響をいただきましたので、そのこともきちんと書きたいと思いました。ここで、先に、氷川きよし限界突破レイディオでお話しされた、大地の子守歌のことを書きますが、後半で、きよしさんにお伝えした曲のこと、そしてリクエストいただきましたきよしさんのインスタグラムのストーリーの言葉を書きますね。さて、氷川きよし、限界突破レディオ。心に残った言葉をメモするようにしているのですが、昨日放送された、大地の子守歌についてのお話は、ぜひお伝えしたく、書き留めてみました。まだお聞きになっていない方は、お住まいのエリアのラジコで、1週間無料で聞けます。ぜひ、きよしさんのお声でお聞きくださいませから。リクエスト曲の、大地の子守歌は、この歌で、お互いを受け入れるということを言いたいんです。ものすごく寛大な歌なんです。基本、いろんな人を受け入れて、お仕事もそうですけど、高校生の時から何でも受け入れていこうと思って、自分は生きてきました。だから演歌を歌ってって言われて、イエスって言って、歌いますって言って、そこから演歌を勉強して、自分自身が演歌を学んでいって、スカウトしていただいて、ぜひ行かせていただきます。そしてそこから、ぜひこのプロダクションで、となって、頑張らせていただきます。応援してくださる皆さんに、頑張って長く歌っていきます。っていう風に一つ一つ、感謝して、受け入れてイエス、って言ってきた、の、っていうことって、ほとんどなかったかなって思うんですよ。だから、受け入れることと、そのことを、感謝することで、人生っていうのは、本当に自分が思っている幸せの軌道に乗っていくのかなって、私はそういう風に思っていて、そんな思いがすごく込められている一曲じゃないかなって思います。きよしさんが経てきた22年間の誠実な生き様に感動し、自分の生き方を見つめ直して、素直に寛容でありたいと思わせていただき、ラジコで何度もリピートしながらメモしました。さて、先の記事で、この世を去る時に聞きたい曲についての話題を書きましたが、思いがけず、たくさんの反響をいただきました。個人的なことですが、大好きなおばが若く元気だったのに、ある日、急に倒れて帰らぬ人になってから、それ以前より死を意識するようになり、自分がこの世を去る時は、どの曲を聴きたいだろうと考えるようになったのです。そう考え始めた当初は、愛しのテキーロでした。きよしさんには、たくさんの素晴らしい曲や、個人的な思い出も含めて、忘れられない思い出深い曲があるというか、ありすぎるのですが、愛しのテキーロには私がきよしさんを大好きと思うその気持ちが凝縮されているように思えるのです。でも、それが昨年、ある曲に変わりました。それは、パパロンです。先が全く見えなかったあの時期に、暗闇の中に差し込んだ光を私は、パパロンに見て、希望を抱くことができたのでした。理屈を超えて、身体の奥底から生きていく力が湧き上がってきて、氷川きよしのファンになり、あの苦しい時期に、パパロンに出会えた幸せに感謝したのです。そして一年が経ち、私は、You Are You に出会って、これだ、と、8月2日の、限界突破レディオでも流れましたので、すでにお聞きになられた方も多いかと思いますが、きよしさん自身があなたはあなたなんだよという思いを込めて作詞されたこの曲。きよしさんが様々な声で歌っておられて、詩で伝えておられるのはもちろんですが、その歌声でも多様性を表現され、すべてがきよしさんの歌声なのですが、でも、様々なキャラクターのきよしさんが歌っているような感触。
温かで愛に満ちたメロディーに乗せて、一人の人がこんなにも様々な歌い方ができるなんて。そして、それが You Are You に込められたメッセージを体現し、共に生きていこうね。と、たくさんの人に励まされているようなそんな気持ちになって。ピリオド。そこには、私が心惹かれ続けている言葉では尽くしきれない氷川きよしの魅力が散りばめられていると感じたのです。と、まとまらないままに饒舌になってしまい、ごめんなさい。ではいかは、インスタグラムのストーリーから心に残った言葉でセンスについて書かれたものを、どんな時代もセンス。ある人っていうのは、言葉、感性、品、ユーモア、雰囲気、そして、生きる哲学がある。私はずっとずっと、そんな人に憧れてきた。これから先も、スタイリッシュで、心の中から出る雰囲気が、おしゃれなオーラの、人たちと生きていきたいな、気合いな。また、今日のストーリーにアップされた TM ネットワークさんの、セブンデイズローの歌詞から、すべてを壊すのではなく、何かを探したいだけ、すべてに背くのではなく、自分で選びたいだけ、誰かと争うのではなく、自分を見つけたいだけ、誰かを憎むのではなく、思いを伝えたいだけ。きよしさんが抜粋されたこの歌詞は、今現在のきよしさんの、キーの、そしてキーアイナーの生き方に通じているように感じられて、読み入りました。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。